はい、4本目でございますね。はい、あんまり私好きじゃないんだけど、深田萌っていう人のね、いう人とね、対談してる人がね、の動画がね、もうずっと長いことね、出てましてね、話題でですね、ずっとね、ロングランでね、はい。ロングランって言っても、1週間か、もうちょっとかね、2週間くらいか、はい、わかんないですけども、ツイッターに載ってますね、深田萌えっていう有名な人ね、はい。この人はね、麻生太郎とね、つながりがあると思うんでね、麻生太郎はね、ロスチャイルドファミリーですからね、はい。これはもうね、もう昔からね、私、知ってますんで、はい。みんな知ってますよね。はい。いろいろ調べてる人ね。麻生太郎だけじゃないと思うね。みんなね、みんなね、中国とアメリカとね、なんですかね、はい、いろいろつながってますよね。はい。はい、それもね、もう、バシバシね、ちょっと誰も聞かなくてもね、録音したいと思いますけども、はい。はい、何ですか、プレートっていうね、お料理の話ですね。お料理の話。はい、プレートっていうのはね、ないんですよっていうね、こういう動画ですね。はい、プレートっていうのはない。お料理の話ですね。プレートっていう元の意味がね、私は分かんないですけどね、調べてください。はい。だから、このね、なんですかね、雲をね、作る機械っていうのはね、雲を作る機械ね、もうずっと、それは平気みたいで、どうなの、最近はね、やってないですけどね。ランブルとね、FC2 は時々ね、あれなんですけどね。ランブルはもう全然平気なんで、前はね、一生懸命やってましたけどね。はい、最近はもうちょびちょびですね。はい、こんだけね、いろんな人がね、はい。ただね、この深田萌えっていう人と一緒に、この対談してる人、でも深田萌えと対談できるっていうことがね、またあれだけどね、でも、この意見としてね、意見としてこれはね、調べようがないんですかね、一般庶民はね、何でもね、アインシュタインのね、相対性理論で、私ももう2019年もっと前から言ってるよね、アインシュタインのね、相対性理論は全部嘘だってね、もう相当昔から載ってるからね、はい、舌出してね、アインシュタインが舌出してね、そういうあれが、しょっちゅう出てくるわけですよ。で、アインシュタインだけじゃなくてね、はい、こんくらいでいいですね。ツイッターに載ってますんでね。はい。あとはね、これ調べようがないからね。はい。はい、どうもすいません。はい、では、また次の動画ね。いっぱいあるな、また配信してるしますね。